被写体に向け赤いタリーライトが点灯している様子タリーライトとはテレビカメラやモニター等に取り付けられた赤、緑の表示灯のこと。取り付け位置はカメラの前と後ろもしくは上部となる。スタジオにおける番組収録などには複数台のカメラが用いられるが、これが赤く点灯するとその機器がスイッチャーに置いて選択され放送や収録用に使われていることを示す。 出演者やカメラマンフロアディレクターなどのスタッフはプレビューモニターと合わせ、このライトでどのカメラが動作中なのかを確認することができ、不要意な画角の変更などを防ぐことができる。スイッチャーからカメラへ送るタリーライト用の信号はタリー信号と呼ばれ、D サブ15ピンや近年では無線が使われている。ABC 映像情報メディア学会、編。 テレビジョンカメラの設計技術コロナ社 P38。ISBN 43億3900万7145ハット ABC 久保田宣伝研究所、広告大辞典全国書士番号、7万三千八3891、赤ランプ、旧ライト映像情報メディア学会、編映像情報メディア用語辞典コロナ社 P193。P ISBN 43億3900万6963ウェブリオ辞書ビデオ用募集。ありがとうございます。